ご視聴いただいている画面前のあなた、こんにちは。阪急牛館の内橋でございます。本日はですね、大阪の梅田に来ておりまして、ここからですね、約10分ほど歩いたところにですね、中崎町っていうのがあるんですけど、そちらにですね、ブーランジェリー S 香川さんというですね、パン屋さんがあります。こちらのパン屋さんに本日はですね、お伺いしようと思うんですけれども、こちらのパン屋さんですね、大阪梅田界隈でまあ、5つね、パン屋さんをあげるってなったら、必ずと言っていいほど、多分名前が上がってくる、そんな有名店であり、実力店です。非常にですね、商品ラインナップも豊富だし、あと見栄えも非常に美しいパンを作られてるですね、そんなパン屋さんですので、皆さんもですね、多分気に入っていただけると思います。ですので、本日も皆様をですね、素敵なパンの世界へご案内しようと思いますので、ぜひですね、最後までご覧ください。ではですね、早速、行きましょう。レッツラゴー。ガレットブルトンの2分の1を1つと、天然酵母のベーグル、チャバタ、あと、もちもちイカルゴ。以上でお願いいたします。すみません、ありがとうございました。今日ですね、もうめっちゃいい天気でね、本当もうまさにパン日和って感じです。近くにですね、扇町公園っていうめっちゃ大きい公園あるんで、そこでね、コーヒーと一緒に食べたいと思います。めっちゃ気持ちいいですね。めちゃくちゃあったかいし、ポカポカですよ。いやー、めちゃくちゃ暑いですね。さっきね、ちょっと曇ってね、寒いかなと思ってね、ホット買ったんですけど、これね、しまったな。間違いなくアイスの方が良かった。ちょっとね、ここはね、選択ミスですね。ではね、早速いただきたいと思います。いただきます。ではまずはですね、こちらのシンプルなチャバッタからいただきたいと思います。このね、ちぎった芯がですね、まさか取れてないっていうですね、私がですね、録画ボタンを押し忘れてました。これがね、非常に残念です。このね、パンなんですけど、かなりですね、クラムはね、詰まったタイプですね。で、クラストはかなり薄く、パリッとした感じ。かなり軽いチャバタですね。もしかしたら、強力粉かと思いますね。純強力粉じゃなくてね。うん、なんかタンパク量が結構多い気がします。では、早速いただきます。ちょっとね、酸味がありますね。うん。このね、香りを嗅いだ時は、若干ですね、酸味があったんですけど、食べるとね、全然そんなことないです。だからもうめちゃめちゃ軽くてめっちゃシンプルなセミハードパンっていう感じですね。あとですね、間違ってるかもしれないんですけど、なんかほのかにですね、オリーブオイルの香りがするんですよね。だからもしかしたら少しだけ入ってるかもしれない。で、それによってこのちょっとこう独特なもっちり感が出てるのかもしれないですね。でもこれはちょっと確実じゃないです、僕のですね、見解です。では次にですね、こちらもちもちリカルゴいただきたいと思います。ザラメ等かな。めちゃくちゃ落ちそう。
このパンはね、商品名通りね、めっちゃもちもちです。で、生地は結構甘めですね。ポンデリングの中みたいな感じ。あれのもうちょっと食感が強い感じかな。そして、あとね、表面にこうかかってるですね、お砂糖がかなりザクザクしてて、食感も面白いし、まあ、純粋に美味しいなと思いました。誰しもがね、好きなタイプの菓子パンですね。ではですね、次にベーグルいただきます。小ぶりなタイプで、ハード系ですね。かなりむっちりして、むぎゅっと感があって、香ばしくある感じ。これ多分美味しいだろうな。思ったほどのむぎゅっと感はなかったです。味は蜂蜜がですねしっかり効いてて、中はしっとりしてほんのり甘い感じで、砕かれたくるみが入ってるのでいいアクセントになって美味しかった。で、180円だし小ぶりだし、こう手の届きやすい範囲、あとはやっぱり1個ちょうど食べられるぐらいのサイズ感だから、そこの価格帯、そして大きさとかっていうのは非常にいいんじゃないかなと思いました。でも、ベーグルっていうよりもどちらかというと、フランス生地の中にくるみを練り込んだくるみフランスパンみたいな感じかなと私は感じました。では最後にですね、ガレットブルトンヌをね、いただきたいと思います。このブルトンヌっていうのは、厚焼きのですね、サブレですね。本日お伺いしたエス香川さんは、パンだけじゃなくて、こういったですね、焼き菓子も非常に品揃えが多くて、非常にですね、焼き菓子でも有名なパン屋さんになってます。ですので、何か一つ買おうと思って、これがですね、美味しそうだったので、こちらにいたしました。これね、もう間違いなくコーヒーとの相性も抜群なんでね、非常に楽しみなんですよね。では、皆様いつも本当に画面越しでね、こんな美味しいものをね、食べて申し訳ございませんが、いただきたいと思います。もうね、ホロホロでね、バターめちゃめちゃ効いててね、もうサブレって感じ、美味しい。ごちそうさまでした。というわけで本日は大阪のですね、中崎町にありますブーランジェリー S 香川さんにお伺いさせていただきました。私ですね、5年ぶりぐらいのですね、訪問だったんですけど、相変わらず魅力的なパン屋さんでした。こちらのパン屋さんですね、まあ、焼き菓子とあとハード系がですね、非常に有名で美味しいって言われてますので、ぜひですね、行かれた際はこの2つね、購入していただければと思います。そして価格帯なんですけども、あの立地で、ね、まあ、サイズは少し小さいんですけれども、120〜130円台からあと200円後半とか、かなりですね、リーズナブルでコスパめちゃくちゃいいと思います。これでやっていけてるんかなってね、こっちがちょっと心配になるぐらい。買う側としてはね、ありがたいんですけれども、もうちょっと取ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあそれぐらいね、魅力的なパン屋さんなんで、ぜひぜひ一度行かれてみてください。そしてね、お店の雰囲気はですね、ご覧の通りね、非常にね、シンプルで、そしてお店の前にはグリーンもあってね、なんか心穏やかにね、なるそんな素敵なパン屋さんですし、あとね、スタッフさんも非常に優しくて、撮影もですね、ご快諾いただいてね、ゆっくり撮ることができましたので、ご協力ね、いただき本当にありがとうございます。とてもですね、素敵なパンの時間をですね、楽しむことができました。そしてですね、このようにお店からね、歩いて10分ぐらいのところにですね、大きいですね、扇町公園っていうのがね、ありますので、皆さんもぜひここでね、ゆっくりと食べてみてはいかがでしょうか。そしてですね、お店の情報はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひそちらをご確認ください。本日も一緒にですね、パン旅をしていただいて、皆様ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。